はい、こんにちは。ブロガーのスカイフィッシュです。今日は FPV ドローンと空撮ドローン、どっちがいいのかっていう話をしたいと思います。はい、で、手持ちのドローンをこう一部並べてみたんですけど、これがね、最近購入した DJI FPV ゴーグルと送信機なんですけど、これは DJI の Air 2で2 Pro で Inspire 2っていう感じでこう並べてるんですけれど、ここにはないんですけど、最近ではこの Air 2から新しくね、進化した Air 2S っていうドローンも登場してるんですけれど、まあそういったドローンと、まあここのドローンとこのね FPV っていうのは全然違うドローンなんですね。この DJI FPV といわゆる他のこの空撮ドローンっていうカテゴリーになるのかな、一つのドローンっていうカテゴリーなんですけど、これは FPV ドローンで、この辺りは空撮ドローンっていう、まあカテゴリーっていうのかな、に分かれます。それぞれね、まあどっちがいいのかっていうところで、もしかしたら悩んでる人もいるかもしれないんですけど、で、1ヶ月違いで DJI FPV と DJI Air 2S がこう出て、で、どっちがいいんだろう、どっち買えばいいんだろうって悩んでる人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、じゃあ最新のドローンどっちがいいのかっていうところで結論出したいと思います。DJI FPV と DJI Air 2S どっちがいいのかという結論なんですけれど、どっちもいいんです。で、どっちを買えばいいのかっていう選択肢があるとしたら、どっちも買った方がいいです。で、その理由を説明したいと思います。スペックだけ見ると、この DJI FPV と DJI Air 2S ってまあ全然違うんですね。例えば、メモっておいたんですけど、例えばセンサーサイズ、このね、DJI FPV、2.3分の1インチセンサー、Air 2S が1インチセンサーということで、まあ、センサーがね、大きくなれば、まあ、より綺麗な映像を撮れるっていうことに、まあ、なるんですけれど、FPV はね、正直ね、そこまでまあ、大きいセンサーじゃないので、どっちかっていうとね、まあ正直スマホレベルって言ったらあれなんですけど、そんなようなセンサーを搭載しています。で、1インチセンサーっていうのはコンパクトデジカメ、本当にデジカメですね。そのセンサーを搭載していて、まあさらにね、最近では本当に技術が良くなっているので、かなり綺麗な映像が撮れるセンサーを Air 2S は搭載しています。焦点距離はこれがね、35mm 換算で 14.66mm っていう超広角ですね。で、Air 2S、35mm 換算で 22mm。なんで、まあ、いわゆる、まあ、広角レンズっていう形になりますね。で、まあ、その焦点距離自体も全然違います。動画の解像度、まあ、これはほとんど、まあ、似たような感じなんですけど、FPV4K60P、Air 2S は 5.4K の 30P から 4K の 60P まで、それは一緒ですね。撮れます。っていう感じで、まあ、近い感じがありますね。Air 2S だと 5.4K 撮れるんですけど、5.4K ってちょっと中途半端な感じなんで、あんまり使わないのかなって個人的には思ってます。飛行時間、これは FPV が20分で、Air 2S が31分ってことなんですけれど、これはまあカタログスペックの値なんで、実際にマニュアルモードで飛ばしてみたところ大体9分ぐらいでしたね。で、Air 2S 31分なんですけれど、おそらく20分飛べればいい方かなっていうところですね。ただ、実質飛ばせるその20分っていう時間って結構長いんで、まあそれはかなり飛べる方かなと思います。スタビライズ機構、これはですね、動画のブレを抑えてくれる部分のことなんですが、この FPV は一軸ジンバル、一軸のジンバルとデジタルのロール軸のジンバルっていうのが搭載されています。Air 2S に関しては三軸ジンバルということで、ここ最近のまあ空撮ドローンではもう標準の三軸でカメラを支えて撮影するということで、もうかなりね、ブレがない、軽
風がかなり吹いていたとしても水平を保って撮影することができるということで、本当にここ最近のドローンでは当たり前の、なのでまあジンバル自体も3軸と1軸ということで違いがあります。センサー、これは、センサーというのはイメージセンサーではなくて障害物センサーですね。 FPV は前とこの底、ここにセンサーがあります。 DJI Air 2S は前と後ろと下と上っていう4方向のセンサーがついているので、まあ、安全にも配慮した設計になっています。ということで正直スペックだけ見ると全然違うんですね。まあ、4K60p ぐらいは似てる感じなんですけど、スペックだけ見ると全然違うんで、映像の綺麗さとか、あとはまあ安全に飛行できるとか飛行時間とかを考えると断然 Air 2S がいいんですよ。まあ単純にね、 Air 2S の方が絶対に安定した綺麗な絵を撮れるんですけれど、 FPV はかなりね攻めた映像が撮れるんですね。この最高時速が確か140キロぐらい出るんですけれど、この140キロで飛んで、そして FPV の特徴であるマニュアルモードでこうこんなこととかこんなこととかこんなこととかこう自由に本当飛べるんですね。でこれは Air 2S ではできないんですよ。さらに細いところをねこうくぐり抜けたりとか、まあ、この広角レンズっていうことで実際にはちょっとぐらい離れているこうところを飛んだとしても広角レンズで広い範囲を映すので、ね、割とね、まあ、スレスレを飛んでる風にも見えるんですね。スレスレ飛ぶこともできるんですけれど、ちょっと離れていても広角レンズの力で障害物の近くを飛んでいるような迫力ある映像が撮れるんですね。なので撮れる絵が全然違うんですよ。 Air 2S で得意なのはやっぱり安定感ある飛行だったり、あとはねいろいろな自動飛行とか自動撮影のモードがついているんで、それでね簡単に綺麗な映像が撮れるんですよ。なのでボタン一つピッと押してしまえば勝手にねこうサークルを描いてくれたりとか、最近だとマスターショットっていう新しい技術が搭載されてて、確かね10パターンぐらいの違うこの映像を撮って、それをミックスしてシネマティックな感じの映像一つを作ってくれるっていう、なんかもうすごい機能が搭載されてるみたいなんですけど、まあ Air 2S ではそういった感じで比較的広大な風景とか被写体がいて、その被写体の周りをね綺麗に撮ったりとか壮大な感じで撮ったりとかっていうことが可能なんです。それは FPV はできないんですね。 FPV で得意なことは迫力ある撮影、急上昇して急下降するジェットコースターみたいな映像とか、アクロバットなねこうバック宙的なこうぐるんって回ったりとか、こうこんな風に飛んだりとかできるんです、いうちょっとトリッキーな映像とか迫力ある映像が得意なんです。なので全然ドローンって一括りでこうカテゴリーとしてねドローンっていうカテゴリーではあるんですけれど、撮れる絵が撮れるジャンルっていうんですかね、それが全然違うんで、一緒にこの前もちょっと動画で言ったんですけど、このカタログのスペックだけ見てこっちのドローンがいいこっちのドローンがいいって言いづらい組み合わせというか対象なんですね。例えばマビックエア2、マビック2プロって並んでいる時にはスペックだけというかね、スペックを見たらね、だいたいこっちの方が軽いから使いやすいねとか、こっちの方が絞りあるから使えるねっていう、まあ比較はできるんですけれど、こうなった時にはどっちがいいって正直言えないんですね。それは使い方とか目的によってこっちがいいとかこっちがいいっていうふうに分かれるので、一概にこう情報だけ見ただけではどっちがいいっていうくくりではないっていうのが僕の結論です。でまたこのね空撮ドローンは基本的にはこう送信機に携帯とかタブレットとかつけて、こうやってねこの見ながら撮影して、ドローンが映している映像がここの中に表示され、飛んでいるドローンの周りの状況を把握したり、ね、目視で確認したり、周りの状況をこうね見て判断ができるんで、比較的ねこう安全に
安心して使うことができるっていうものなんですけれど、 DJI FPV の操作に関してはこのゴーグルで、これはもうモニターついてないんですね。でゴーグルをつけてゴーグルの中だけで判断して操作するので手元が見えない。でドローンの視点では見れるけどドローンの周りの状況は見ることができないっていうことで少しハードルが上がります。さらに PV の進化を発揮するのはマニュアルモードっていう操作モードで操作するのが一番ベストなんですけど、その場合操作にかなり慣れが必要で、正直操作に慣れないとこのマニュアルモードっていうのがなかなか使いこなせないので練習が必要だったり、ハイリスクハイリターンみたいなところがあるので、なので FPV ドローンと空撮ドローンでは操作において、まあ、かなりハードルがあると思います。個人的にはこのね FPV の映像と空撮機の映像はこうミックスしてね合わせて映像を作るのが僕個人的にはいいかなと思っていて、どうしてもね FPV だけの映像だと迫力あるんですけど、もう正直ねちょっと疲れちゃう、もう迫力あっていいんですけど、そう攻めたばっかりだとこうなんていうんですかね、緩急の急ばっかりみたいな感じ で逆に空撮機の映像だと結構ねのんびりした感じの映像が、まあ本当使い方なんですけどちょっとね飽きちゃうというか、のんびりした映像ばっかりになっちゃう傾向にあって、これは緩急でいう緩ばっかりな感じになっちゃうんですね。だから FPV と空撮機の映像をミックスさせて緩急をつけることでよりね映像が良くなるんじゃないのかなと個人的には思ってます。なので僕この DJI FPV を飛ばしに行った時には一緒にね Air 2も同時にというかね交互に飛ばしといて、同じ場所だけど違う素材違う映像の撮り方をした素材を押さえておいて、それで編集時に FPV と空撮機の映像をこう交互に入れる、それで緩急をつけるってことをやったんですけど、ね、これでね非常にねこういう映像が作ることができて、この素材のバリエーションを撮るっていうのはすごくいいんじゃないのかなと。この空撮機と FPV の映像でそれぞれ同じ場所でも空撮機と FPV の素材を押さえておいて、バリエーションを撮っておくっていうのはいいんじゃないのかなと思います。という感じで今回は最近発売されたばかりのドローンの DJI FPV と DJI Air 2S どっちがいいのかという話でした。結論どっちもいいのでどっちも買っておくといいかなと思います。 FPV も空撮機も揃えて映像のねバリエーションをとってより良い映像が撮れればなと僕自身もね思ってますので、皆さんもよかったらそれぞれ持ってないものがあったらぜひチャレンジしてみてください。という感じで今回も最後までありがとうございました。スカイフィッシュでした。